ここの地下鉄らしいけど、一足遅かったみたいね。見事に入り口が封鎖されてるわ。さすがラステーションの兵隊、仕事が早いわね。いいことのはずなのに素直に喜べないわ。でもどうしよう、これじゃもたもたしてるうちに先を越されちゃうよ。落ち着きなさい。今は逃げてきた人たちから情報を集めて中の状況を探りましょう。大した情報が集まらないわね。分かったのは坊内に突然変なモンスターが出てきたってことくらい。ユニの方はどうかしら。随分と遅いみたいだけど。お姉ちゃん大変、坊内にまだ逃げ遅れた人がいるみたい。どういうこと、兵士たちは何をしてるのよ。それが逃げ遅れた人たちを助けに行った兵士たちも連絡が取れないんだって。まったく何やってるのよ。なんでこうもうちの兵士は連動不足で世話ばっかり焼かせるのよ。お姉ちゃん、ちょっとそこのあなた、逃げ遅れた人がまだ中に残ってるって本当？え、俺？ああまだ残っているが、ちゃんと救出隊を出した。で、その救出隊から連絡はあったの？いや、まだ連絡はない。我々もどうしたものかと迷っていて。暇があったら助けに行きなさいよ。市民の命が大事じゃないの。そうは言っても。なんだなんだ、何の騒ぎだ。なんか女の子が兵士と揉めてるらしいぞ。人の命がどうだ。そういや、逃げ遅れた人がいるって話だとな。なんだよ、まだ救出できてないのかよ。我々も全力で市民の救出を。もういい、どきなさい、私が助けに行くから。ちょっと待て、ここは危険だ、通すわけにはいかない。危険なのは分かってるわよ。いいからどきなさい。ごめんなさい、でも人の命がかかってるの。ちょっと、兵士に手を挙げちゃダメじゃなかったの。緊急事態よ、ユニ、突入するわよ。あの何、急いでるんだから邪魔しないで。自分がこのようなことを言うのは忍びないのですが、市民も仲間をお願いします、女神様。あなた、え、任せておいて。待て。なあ、あの二人どっかで見たことないか。そういえば今の子は指名手配されてるやつじゃないのか。おいおい、マジかよ、まさか火事場泥棒ってやつか。最低だな。あの人たちはそんなことしません。ノワールさんはとても優しい人ですよ。いや、今声が聞こえた気がしたんだけど。かなりの数がいるみたいね。早く助けに行かないと手遅れになる可能性があるわ。うん、早く見つけてあげよう。今は人の気配がした気がしたけど。え、誰もいないみたいだよ。気のせいかしら。そうよね、入り口のところに留まってるはずもないわよね。あなたたち兵士なんでしょ、これくらいさっさとやっつけてよ。無茶を言わないでくれ。はぁ、あんたは。助けに来たわよ、ここは私たちに任せなさい。みんなこっちよ、ここから逃げられるから早く。助かったわ。おい、ちょっと待て、お前指名手配犯のやつじゃないのか。そうだ、その顔思い出したぞ。それが何？何ってお前、犯罪者の言うことを信じるはずがないだろう。この騒ぎもお前らがやったことじゃないのか。そんなわけないでしょ、だったらどうして助
けになんて来るのよ。助けるふりをして俺たちから何もかも奪っていくつもりだろう。あったまきた。あのね、私たちはユニ、口を動かす前に手を動かしなさい。モンスターも待ってくれないわよ。お姉ちゃん、そこの兵士、私を捕まえたいなら捕まえなさい。ただし、ここのモンスターを片付けて全員で無事地上に帰れたらね。もちろん逃げたりしない、約束するわ。だからちょっとだけその子の言うことを聞いてもらっていい？絶対にあなたたちは私が助けるから。あんたそれ本気かよ？もちろん本気よ。私はあなたたちを助けに来たの。それで捕まるならそれでもいいわ。わかった、お前の言うことを信じよう。ありがとう。犯罪者と罵られようと、人を助けるという意志を曲げない強さ、ノワールさん、やはりあなたは思った通り素敵な人。なんだかわからないけど、ユニ、一気に片付けるわよ。ギリギリね。ユニ、大丈夫？大丈夫。これくらいなんともないよ。頼もしいわね。あなたたちは怪我はない？ああ、お前たちのおかげでな。そう、よかったわ。なら地上に帰りましょう。私が先導するわ。ユニ、あなたは後ろ。わかった。お前たちは大丈夫なのかよ。傷だらけじゃないか。そう思うんだったら少しはサポートしてよね。ああ。お姉ちゃん、やっぱりすごいな。私だけだったらこの人たちのこときっと本気で守ろうとしなかった。お姉ちゃんの背中、もっと頑張らなきゃ。着いたわよ。これで一安心ね。お前たち、ちゃんと助けてきたわよ。逃げ遅れた人、あと兵士たちも。本当に助けてきたのか？当たり前でしょ。私たちを誰だと思ってるのよ。うお、すげえ。この人たち本当に助けてきた。助けてくれて本当にありがとう。あなたたちのおかげで市民も我々も救われた。感謝します。あれ、捕まえないの？この状況で手錠をかけられるはずがないだろ。あんたら見かけによらず強いんだな。まあ当然ね。私とお姉ちゃんのコンビで負けるはずないもの。ユウに調子に乗らないの。こんな人たちが犯罪者のはずない。ちゃんともう一回調べろよ、兵士さんよ。そうだそうだ。ああ、わかった。きちんと確認を取るとしよう。やった、これでコソコソしなくて済みそうだね。そうね、よかった。ちゃんと分かってくれる人が残っててくれた。それにしてももうくたくた。ふかふかのベッドで横になりたい。宿ならうちを使ってよ。ホテルのいい部屋用意するわ。本当？やっと足を伸ばして休めるわ。あ、でも傾斜を任せてるし戻った方が。ノワールさん、ユニさん、傾斜？あなた本当に突然現れるわね。ノワールさんのことが心配でついてきちゃいました。
待ってなさいって言ったのに。しょうがないわね、まったく。その人、あなたの知り合い？じゃあ3部屋分用意するから、ゆっくりしていってくださいね。ありがとう。お言葉に甘えさせてもらうわ。ノワールさんと外でお泊まり。勘違いされるような言い方しないでもらえる？でも本当によかった。こうやって少しずつ分かってくれる人が増えていくと助かるんだけどね。今日はゆっくり休んで、明日から頑張ろう。あれ、ここは？ほら、もたもたしてないで行くわよ。次のクエストも大変なんだから。うん、分かった。頑張ろうね、お姉ちゃん。こらこら、そんなにくっつかないの。歩きにくいじゃない。ノワールさん、ユニさん、そっか、私ノワールさんの監視を。すごく楽しそう、ノワールさん。どうしてノワールさんの隣にいるのが私じゃないの？誰？どこにいるの？かわいそうだね、ケイシャ。君は見てることしかできない。私は見ていることしか。監視なんて言い訳だ。理由をつけてノワールのそばにいたいだけ。そばにいたいって思ってはダメなの？憧れにも似た感情、友達以上の存在になりたいと君は心から願っている。そばにいたい。でも彼女の隣で笑っているのはあの妹。悔しくて妬ましいね。私は妹というだけで隣にいられる無二けど、君は友達なのに彼女の隣にいない。そのおかげで君はノワールの隣で笑うことすらできなければ、笑顔を向けられることもない。そう、あの邪魔な妹がいるから、あの妹ユニさえいなければ、あそこには君がいたはずなのに。ユニさんがいなければ、私が、あそこに。イメージしてみるんだ。ノワールの隣で笑っている自分の姿を。ノワールさん。寂しいね、ケイシャ。ユニさえいなければ、君はノワールと二人でいられたのに。ユニさえ、いなければ。ノワールは優しくて、強くて、自分を犠牲にしてまで人を守ろうとする。まるでヒーローだ。いつも傾斜を守ってくれる、困った時には助けてくれる、傾斜だけのヒーローだったのに。ユニがいるから。そう、ユニがいるから、もうノワールは君を見てくれない。ユニが、ユニさえいなければ、ノワールさんは私を見て。ここは。目が覚めた？ケイシャ、ノワールさん。この間の一件で、ある程度は自由に動けるようになったけど、何から情報を集めようかしら。やっぱり、今は私のことより、戦争を止めるのが優先よね。けど、傭兵組織の情報なんて、どうやって。おーい、お嬢ちゃん。あんた、この間の地下鉄で活躍した子だろ？え？あ、ええ、そうだけど。
ならよかった。ちょっくら仕事を手伝ってくれないか。別にいいけど。内容を聞かせてくれる？仕事でどうしてもある鉱石が必要なんだ。自分で取りに行きたいが、どうも腰の調子が悪くてな。わかったわ。それを取ってきてほしいってわけね。話が早くて助かるよ。あ、けど気をつけてくれよ。その鉱石があるダンジョンにはモンスターが住み着いてるんだ。まあ、けどジョーちゃんならまあ大丈夫だろう。心配ありがとう。任せておきなさい。あれ、なんで。どうしたのよ、ケイシャ。うなされてたみたいだけど、悪い夢でも見たの？夢？そっか、またあの夢は。これで何度目だろう。またってどういうこと？いえ、実はここ最近ずっと同じ夢ばかり見ていて。体調でも悪いのかしら。ちゃんと休んでる？私は大丈夫ですよ。見ての通り元気ですから。本当かしら。顔赤いわよ。ちょっとおでこ出しなさい。ノワールさん、顔が近。コーラ、じっとしてなさい。熱が測れないでしょ。恥ずかしがることないわ。ケイシャ、とっても可愛いもの。ずっとこうしていたいくらいよ。そんなことありませんよ。ノワールさんの方が。私の方が何？いや、そのノワールさんの方が。誰？私です、ケイシャさん。目覚めました？ユニさん。ユニ、鍵は開いてるから入ってきていいわよ。その声、お姉ちゃん？どうしてお姉ちゃんがケイシャさんの部屋にいるの？ノワールさんが私の部屋にいたらいけないっていうの？ユニ、私がケイシャの部屋にいたのは、起きてこないケイシャが心配になったからよ。でもケイシャさんが起きてこないのはきっと疲れてるからだろうって言って、さっき自分で情報収集に行くって。そうだったんだけど、どうしてもケイシャのことが心配になって戻ってきたのよ。いつの間に戻ってきたんだろう。ノワールさん、ございます。私はもう大丈夫ですから。本当に大丈夫なの？私たちと違ってあなたは普通の女の子なんだから、今日はゆっくり寝てなさい。わかりました。ノワールさんがそう言うなら。じゃあユニ、私たちは情報収集に行くわよ。うん、わかった。じゃあ私たちは出かけるわね。ケイション、お留守番、よろしく。ノワールさん、どうして、私を一緒に連れて行ってくれないの？ケイシャさん、体調悪いんでしょ？だったら、おとなしく寝てた方が。あなたには聞いてないわ！そんな言い方しなくたって、私は本当のことを。ケイシャ、あなたを連れて行かないのはあなたのことが心配だからよ。私のことが心配だから？本当にそれだけなの？本当にそれだけよ。途中であなたが倒れちゃったら、私すごく悲しいもの。わかったわ。ここに残る。私、ノワールさんに必
悲しい思いをさせたくないから。ありがとう、ケイさん。それじゃあ行きましょうか、ユニ。さてと、ここがリーの場所ね。パパッと終わらせましょ。モンスターがいるって言ってたけど、静かすぎるような気がするわね。気をつけるに越したことはなさそうね。ここまで来たわ。やはりこのレベルになるとソロンは厳しいわね。ケイシャが心配でユニを置いてきたけど、連れてくればよかったかしら。でもぼやいても仕方ないわよね。さあ頑張るわよ。ケイシャさんに嫌われてるのかな。別に悪いことなんかした記憶ないけど。考えすぎよ、ユニ。きっと体調が悪かったから、たまたま機嫌が悪かったのに。そうなのかな。弊社さんからは何というか、嫌われてるというか、憎まれてるというか、そんな感じがするの。気のせいよ、気のせい。そんなことよりも、まずはどこから情報を集めていきましょうか。情報って、その前にお姉ちゃん、さっきからちょっとくっつきすぎだし、くすぐったいよ。姉妹なんだからこれくらい普通よ。ほら、あなたももっと私に体を預けなさい。私を置いていったのは、私がいると二人で仲良くできないからだったのね。ノワールさん、どうして私じゃダメなの。私が可愛くないから、私が他人だから、私がただの友達だから。なんかお姉ちゃん変。姉妹水入らずなんだから、恥ずかしがることないわよ、ユニ。ない気がする、気がするけど、どう見てもお姉ちゃんだし。あら、そんなに私の顔が見たいの。どうぞもっと近づいてもいいわよ。落ちた。お姉ちゃん、ふざけるのもいい加減にして。怒ったユニも可愛いわね。やりづらい。てかお姉ちゃん、若干キモい。なに、このモンスター。確かに町から離れているとはいえ、こんなのがいるなんて聞いてないわよ。こんなところかしら。好物はこれくらいあれば大丈夫よね。遅くなって心配かけるのも悪いし、そろそろ帰らないと二人が心配するわね。そろそろ時間か。どうしたの？何か一人でブツブツ言ってるけど。ううん、なんでもないわ。私のことはいいから、食事を続けましょう。はい、ユニ。あーん、あーんじゃなくて、どうして情報収集してたのに食事になってるのよ。お腹が減ってはなんとやらよ。食事は大切なことなの。それはそうなんだけど、このアーンは姉妹としてどうなの。何言ってるのよ。姉妹だからこそこれくらい普通なの。ほら、あーん、なのにあーんしてる。私だってまだノワールさんにしたこともしてもらったこともないのに。なんだろう、時々刺すような痛々しい視線を感じるんだけど。気のせいよ、ユニ。
そんなことよりお姉ちゃんもユニにあーんしてほしいな。恥ずかしいよ、さっきからやってることが恋人同士みたいだよ。腕を組んで歩いたり肩を抱いてきたり手を握ってきたかと思ったら恋人つなぎだったり、今この状況だってお腹が空いたからってお店に入ったら当然のように隣に座ってるし。普通よ普通、仲のいい姉妹だったら誰だってするわよ。しないって、お姉ちゃん変てかなんかキモい。なんなのよずっとベタベタして。キモい、キモいってユニがそんな言葉を私に言うなんて。うわ、ごめんなさい、今のはちょっと言い過ぎたかも。たまには姉妹の絆を深めるのもいいかなと思って今日は頑張ってみたんだけど。そんなに迷惑だったなんて、ごめんなさいユニ。泣くことないじゃない。私のノワールさんを泣かせた、私のノワールさんを。また何か寒けど、ユニ本当にごめんなさい。だからお姉ちゃんのこと嫌いにならないで。私はお姉ちゃんのこと嫌いになったりなんかしないよ。私お姉ちゃんのこと好きだから、だからもう泣かないで。そう、ユニは私のことが好きなのね。よかった、じゃあ続きましょうか。まさかの嘘泣き。もうなんなのよ、お姉ちゃんは朝からこんなだし、ずっと見られてる感じはするし。誰か助けて。これで依頼完了ね。ああ、確かに助かったよ。それじゃあ私は急ぐからこれで。おう、またな黒いお嬢ちゃん。もう戻ってきたのか、残念、タイムリミットね。どこに行くの？楽しんでくれてありがとう、ユニ。本当どうしちゃったんだろう、急にありがとうだなんて。もしかして離れ離れになってた時間を取り戻そうとしてくれてるのかな。だとしたら私もお姉ちゃんにちょっとだけノリを合わせた方がいいのかな。ノワールさん楽しそう。私といる時よりずっとずっと。そんなに妹の方がいいの？あの子さえいなければノワールさんは私のことを見てくれるのかな。もうダメ、これ以上見たくない。ノワールさんが私以外の誰かと仲良くしてるところなんて。さて、これからどうなるか実に楽しみだよ、ケイシャ。またわけもなくこの町に来てしまったでござる。ユニ殿、拙者に気づいてくれ。そしてユニス、普通に話せる女の子。拙者好みのタイプは金髪巨乳のはず。なぜ真逆のユニ殿にここまで惹かれるのでござるか。うん、あそこに見るのはユニ殿。おお、ユニ殿。帰りが遅くなっちゃったわね。早く帰らないとユニたちに余計な心配を。この女子はラステーションの女神。危なく見つかるところだったでござる。しかしどうしてここに。あそこにいるの
ユニじゃない。あ、お姉ちゃん、おかえり。早かったんだね。早かった？確かに依頼済ませてすぐ戻ってきたけど、早いってほど早かったかしら。お姉ちゃん、いつまで立ってるつもり？ほら、早く私の隣に。隣？って、何よ、そんなにくっついて。いいからいいから、お姉ちゃんがしようとしてることはもう私、わかってるから。どういうこと？まあ、あなたがそこまで言うなら隣でも構わないけど。ちょうどそこでクレープ買っておいたんだ。どうしたの、ユニ？何か疲れてるの？確かにここ最近は忙しくて休む暇もなかったから、甘えたくなるのはわからないでもないわ。でもね、ユニ、姉妹で「あーん」はどうなの？お姉ちゃんがどうとか言っていたでござるが、それがラステーションの女神だったとは。まさかユニ殿がラステーションの女神候補生？なんだか変な一日だったわね。それはこっちのセリフだよ。今日のお姉ちゃん、なんだか変だよ。私はいつも通りよ。変だったのはユニの方じゃ。おかえりなさい、ノワールさん。あ、ただいま、ケイシャ。お留守番ありがとうね。いえ、どういたしまして。お留守番くらい任せてください。お姉ちゃん、私部屋で休んでからすごく疲れた。ちょっと大丈夫なの？熱ないわよね？大丈夫、ただの振動だから。本当に今日は疲れる一日だった。無理しちゃダメよ。あなたの場合、無理してても言わないから。もう心配しすぎ。それに無理してても言わないのはお姉ちゃん譲りだから。こら、人のせいにしないの。まあいいわ、今日はゆっくり休みなさい。うん、おやすみ。はあ、まったく、あの子はすぐに無茶するから目が離せないわ。ユニがそんなに大切ですか？え？おい、大切に決まってるじゃない。私の妹だもの。そうですか。あ、そうだ、ノワールさん、お食事ができて。やっぱりユニが気になるわね。ちょっと様子見てくるから、ケイシャは先に休んでていいわよ。ノワールさんに喜んでもらおうと思ってお料理作ったのに、あの子がいなければ食べてくれたのかな。明日になればきっと大丈夫。ノワールさんといっぱいおしゃべりできる。そう、明日になれば。ノワールさん、どうすれば。あなたは私を。ケイシャ、ちょっとケイシャ、もう何寝てるのよ。あれ、ここは私の部屋？やっと起きたわ。何うとうとしてるのよ、ケイシャ。ノワールさん、私何やってたんだっけ？
食事中に寝落ちしてたのよ。ほんと子供じゃないんだからしっかりしてよね。食事中、そうだったかな。あれ、私とノワールさんだけ？ユニはどこにいるの？ユニ？ごめん、誰それ？ケイシャのクラスメート？あなたの部屋で同棲を始めて1ヶ月。この部屋にはあなたと私の2人だけよ。それに私はユニなんて人は知らないわよ。ああ、そうでしたね。ここには私とノワールさんだけ。二人きり、二人だけですよね。何当たり前のこと言ってるのよ。ほらほら、早く食事済ませないと。今日は二人で買い物に行く約束でしょ。はい。ノワールさんが私を見てくれる。私のことだけを。私がずっと欲しかったもの。私だけのノワールさん。邪魔者がいない素敵な世界。ここにいればずっと素敵な夢を見ているようだね。現実と夢、その差が大きければ大きいほど、目覚めた時の絶望は大きくなる。種は蒔いた。ケイシャ、君はその種でどんな花を咲かせてくれるんだい？ユニさん、ちょっといいですか？ケイシャさん？はい、別にいいですけど。そうですか。なら死ね！どうしたんですか、ケイシャさん。てか、なんで銃を？だって、あなたがいるとノワールさんが私に振り向いてくれないですもの。はい。すごい音がしたんだけど、何かあったの？ノワールさん、ちょっとだけ待っててくださいね。すぐに邪魔者を始末しますから。邪魔者って、あなたどうしたの？様子がおかしいわよ。おかしいのはノワールさんです。私じゃなくて妹なんかと仲良くして。どうしたのよケイシャ、本当にあなた変よ。ノワールさんどいて、そいつ殺さない。そうですよ、ユニさんを殺す必要なんてないんだ。ケイシャ、あなた。ユニさん、ノワールさんをかけて決闘しましょう。決闘？本当はここであなたを殺してもいいけど、やっぱりノワールさんの目の前で正々堂々決めた方がいいと思うんです。その方があなたも諦めがついて死ねるってものでしょ。場所は、そうです、黄金の頂にしましょう。そこの最上階で待っています。待って、ケイシャ。大丈夫よ、ノワールさん。あなたのためならいつまでも待つわ。たとえそれが来世でもね。何だったの？わからない。弊社さんが部屋に入ってきたと思ったらいきなり襲ってきて。あの子に何があったのかしら。様子がおかしいってレベルじゃなかったわ。いかにもヤンデレって感じで怖かったわ。噂には聞いてたけど、ここまでなんて。どうしてあんなことに。ケイシャに何があったかはわからない。だからこそ確かめに行きましょう。黄金の頂に。